映画、青い山脈などでおなじみの俳優、池部亮さん。戦後の映画界でトップスターとして、甘いマスクと調子のスタイルから万年青年と呼ばれていましたが、残念ながら、2010年10月8日、敗血症のためお亡くなりになりました。今回は池部亮さんについてご紹介していきたいと思います。本名、池部亮 生年月日、1918年2月11日。没年月日、2010年10月8日、92歳没。血液型、B 型。身長174センチ。出身地、東京府東京市大森。現在の東京都大田区。池部亮さんは、画家、漫画家としてご活躍された。 池部一志さんがお父様です。お母様は漫画家の岡本一平さんの妹さんで、池部さんのいとこには芸術家の岡本太郎さんがいらっしゃいます。池部さんの最終学歴は立教大学文学部英文科です。大学時代は映画監督になることを目指し、東宝撮影所のシナリオ研究所に研究生として入りました。 そして、大学卒業と同時に、東方へ入社。監督を目指していた池部さんでしたが、当時は戦時中で、映画作品の作成が大幅に少なかったため、監督業の仕事がほぼなく、文芸部へ配属に。そこでは、当時子役として大活躍していた中村名子さんの子守役を命じられました。すると、その中村さんが、 池部さんのことを大絶賛。それを聞きつけた映画監督の島津康次郎さんから声をかけられ、映画、東魚》で映画初主演したところ、その作品が評価された池部さんは、俳優として注目を浴びました。しかし、1942年に陸軍へ招集され、俳優業は一時休止に。そして、 中国三島省に派遣されました。公主幹部候補生、見習い士官、予備陸軍少尉を経て、1944年に南方戦線へ移動。その時に乗っていた輸送船が敵からの攻撃を受け、撃沈。海に投げ出された池部さんは10時間を泳ぎ、その後、海軍の艦船に助けられたそうです。そして、 インドネシア北東部にあるハルマヘラ島へ配属されましたが、米軍からの激しい砲撃や空爆に遭いました。ジャングルに逃げ込んだイケベさんたち部隊は食べるものに困り、その時は草や虫などを食料としていたそうです。そしてそこで終戦を迎えました。大変苦難をされたイケベさんですが、翌年日本へ帰国。 しかし、調知室に苦しまされ、俳優業に復帰することをためらったそうですが、女優の高峰秀子さんらの熱い説得により、復帰することを決意しました。そして、甘いマスクながら渋さを兼ねた風貌で、主演作は次々にヒットへ。1949年には、映画《青い山脈》に出演。池部さんは当時、 31歳で見事に高校生役を爽やかに演じたことで、人気スターの仲間入りをし、作品は大ヒットしました。その後、東宝以外、他社の作品映画、現代人に出演すると、演技派俳優として初めて認められるように。そして、文芸作品の坊ちゃんや雪国などの映画作品に出演すると、高評価を得ました。 1960年代からは、テレビドラマの方にも出演をスタート。1965年、東方から離れた池部さんは、自らの事務所となる池部プロダクションを設立し、ご自身で映画を企画、ストーリーを作るようになりました。そして、記録映画のベトナム戦争や、東映との配給提携した作品、五泊六日などを制作。 しかし、1967年に1億の負債を抱えたことから、事務所は倒産してしまいます。ところがその年、高倉健さんの主演作品、昭和残響伝に出演すると大ヒットし、作品はシリーズ化へ。1970年に公開されたこのシリーズの作品、昭和残響伝、死んで償いますのクライマックスシーンでは、 池部さんが主人公の高倉健さんに語るご一緒願いますというセリフが流行語となりました。その後も多くの作品に出演してきた池部さんは、1983年から日本映画俳優協会の初代理事長を務めています。また、エッセイやコラムを書くなど執筆活動もされました。代表作は、 そよ風、時にはつむじ風があり、日本文芸大賞特別賞を受賞しています。そして晩年は、主に執筆活動の方に力を入れられていました。そんな池部良さんのプライベートについてご紹介していきたいと思います。池部さんは生涯で二度のご結婚をされていました。一度目は、 1948年、女優の羽鳥シコさんとご結婚されましたが、離婚。そして、1960年に、18歳年下のヨシコさんと再婚されました。ヨシコさんのご実家は、おじい様が森永製菓の二代目社長で、立教学院理事長を務めた方です。そんなお二人の出会いは、 ある雑誌の編集長が主催したお食事会でした。俳優をされていたことを知らなかったというよしこさんとお母様は、池部さんはどこにお勤めですかと尋ねたというエピソードがありました。その席でよしこさんのお母様は、贅沢三昧の娘なので大変ですよ、と池部さんに伝えたそうですが、大丈夫でしょう、と優しく答えてくれたそうです。 よしこさんはその時のことを振り返り、池部さんについて本当に優しい人と語られていました。さらに、川端康成さんや志賀直也さんら文学者に好かれていたとおっしゃっています。そして、志賀さんが書かれた作品、暗夜航路は映画化をするのなら池部さんが主演の作品にしてほしいと。 本人から条件をつけられたとのこぼれ話もありました。実は吉子さんはご結婚された後も池部さんの映画作品をほとんど見たことがないそうです。機会があればその文学作品の暗夜航路を見てみたいと語られていました。そしてお子さんについてですが、調べたところお二人の間にいらっしゃらなかったようです。 また、前妻との間にも、お子様はいらっしゃらなかったとのことでした。池部さんが亡くなった後に答えている、よしこさんのインタビューによりますと、亡くなる3年前、肺炎になってから入退院を繰り返していたそうです。それでも、生涯現役と常々語っていたそうで、病室でも執筆活動を続けていたといいます。 あと10年は生きるとおっしゃっていたそうで、その言葉も虚しく、吉子さんら親族に見取られてお亡くなりになりました。吉子さんは池部さんの作品をあまりご覧にならないほど、仕事にも口出ししたことがほとんどなかったそうですが、唯一仕事に関して怒ったことがあったと言います。それは高倉健さん主演の映画、 昭和残響伝の出演以来の時、役ザ映画に出ることを反対しました。そしてその時は、池部さんも、よしこさんの言葉を聞き入れたのでしょう。一度、お仕事を断っていたのだそうです。しかし、プロデューサーから懇願され、条件付きで承諾。その条件というのは、入れ墨を入れない、や、毎回作中では殺され、 ポスターでの自分の露出を小さくすること、など。こうして、この作品で主人公を支える役座役を演じた池部さんでした。生涯現役でお亡くなりになった池部亮さん。万年青年と呼ばれていた若かりし頃の作品も、ぜひ見てみたいと思いました。最後までご視聴いただきありがとうございました。